名前がさかれちゃった。イリギスポークマンです。1年3週ゴードンです。ポークマンキー。どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために。というわけで本日はですね、君たち伝説のゲームシャトルイートはご存知だろうか。覚えてます。俺らがガンの素よ。俺らが最初にやったんですこれ。胸張って言います。どうも春日俊明です。どんな時もどんな時も僕が僕らしくあるために。というわけでね、シャトルイート考案者です僕ら。で僕らシャトルイート出しました。いつまでちょっと受けが良かったくらいで終わったのを、これで名前出すのもあれなんで、ちょっとまあ隠させていただくんですけど、はじめしゃぴーさんにね、やってもらったんですよ。そしたらもういろんな方がやっていただいて、トピーさんとか。で、さっきも言いました、春日俊明って言ったでしょ。オードリーさんのテレビ番組でも紹介されてた。おー、俺らが過去にオーディション行って落ちたやつ。その番組でもやってたし、いろんな人たちがやってたんですよ。連絡くらいくれよ。いや、冗談ですけど、いろんな人やってほしいんですけど、まあ、シャトルイートね、あんま僕らやってないんですよ、実は。だ今回は元祖ということで、まあ、シャトルイートやっていくんですけど、完走したい、最後まで。おお、走り抜きたい。おお、ということで今回は、どれがいけるかぬ、シャトルイート完走戦。というわけでですね、ルールを説明します。今からこれだったらシャトルイート完走できるぞってものを、3人それぞれ持ってきます。で、まあさすがにお塩とか言ったら、まあ、ぶん殴られるんで1センチ以上のものだったら OK です。で、今持ってきて実際にシャトルイート完走できるのか、もうシャトルランの音流してやっていきましょう。おー、でも完走した人にはなんとなんと完走したということで、リップをプレゼントします。感想ね、感想というわけで早速買っていきたいと思いますって言いたいんですけど、もう買ってありますということで紹介していきましょう。じゃあまず僕からでいいですか。これならいける、マーブルチョコ。絶対いけるじゃん。きついでしょ。俺はでもこれめちゃくちゃ自信あるよ。ただ終盤めっちゃカラフルになってるかもしれない。じゃあ次ゴードンさん。はい、じゃん、グミ。いやー、それは無理だよ。これじゃあ食べきったらどうなるの。俺、はい、全身がイボイボが出てくる。じゃあ次ポークマン。僕は多分、うん、これがいける。こちらマシュマロ。バカがいます。いやいやいや、バカがいます。これは絶対いける。じゃあそれ食べきったらどうなるの。ベイマックスになります。僕、オラフ。というわけでね、これね、いけなさそうでいけそうでいけないかもみたいな微妙なラインなんで、多分ちょうどいいと思うんで、じゃ早速やっていきたいと。カン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 、ビルは4階建てです。というわけでもうやっていくのみなんで、もう早速やっていきますか。準備 OK？ いける。うん、いける。じゃあいきますよ、はい、シャトルランスタート。5秒前、3、2、1、スタート。余裕なんだよな、最初は。ああ、1、まだ余裕、まだいけるけど。これクロちゃんやん。なんか安定して100とはまずいけるね、多分みんな。ちょっと気づかないときって青くなっちゃったよ。大丈夫？44。やばい、くっつくのか、歯に。50きた。おお、食べらんくなった。きれい。めっちゃ噛まってるこれ。
イエーイ。うわあ！ダメ！ダメ！やばい！これはありなの？150！あれ150いきました。個人的なのもあるんです。うん。200突破した。イエーイ。残り50。あ、30。やばい。うわあ。海の名前、海の滝が見えます。うわあ、した。おお。お。でも狂ったね。危ない危ない。247。微妙。やったー。はい、というわけで完走しましたー。ありがとうございます。唇が乾燥してきたということで。いいんですか？ありがとうございます。乾燥して乾燥も治ったということで感想を言いたいと思います。楽しかったです。さあ今ね BGM も乾燥に突入したということで、皆さんこの動画が面白いなと思ったら。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。マーブルチョコ、見たことあるよ。マーブルチョコって円形だな。円、見たことあるよっていうのはチャンネル登録よろしくお願いします。シャトルイートね、絶対真似しちゃダメです。僕たちはもう特別な訓練生きてます。シャトルイート検定3級なんで、3級なんで、はい、はい、皆さんも真似しないようにしてください。それでは皆さん、バイバーイ。おう、おう、うりえんで、え、うじ。